皆さんこんにちは。こんにちは。なんか勢ぞろい。すごい絵だ。結構な絵。初めてのこの構図。本日ですね、ゲスト、占い師渚さんでございます。はい、よろしくお願いします。占い師だったんですか？そうです。あ、私コスプレ占い師なんです。おお。はい。我々の絡みで言うと、先日、ボーリング大会、はい、あのニコニコでマックスムライブで配信したボーリング大会に、企業対抗ボーリング大会に、ドワンゴ1日社員として出てくれたあの渚さんが、はい、実は占い師で占いをしにやってきてもらいました。おー、楽しみ。占い大好きです。気になる、うん。なんか誰か一人を占うと、なんか僕もとか私もとか面倒くさいからもう最初から全員でドンで、一人当たりそんな10分も20分も占えないけれども、まあ3分とか、うん、ありがとう、ザーって占おうみたいな、そういう企画です。おー、はい、今日はちゃんとマジックポイントマックスできたんで。マジックポイント、多分大丈夫です。 MP、 はい、占える。占います。魔法使い放題。はい、すごい。じゃあ、誰か占いの前に、なんかあれは、あー、はい、なんか LINE 占いであるんですか？そうなんです。最近 LINE 占いリリースされまして。すごい。おー、渚さんや。お、映ってる。はい、完全に渚さんや。すごい。多分私いろんな占いがあって、はいはい、まあ、もちろん無料でもできるんですけど、そうなんです。なりたい私になれる方法だったりとか、まあ、片思いの相手に、まあ、どういう気持ちを伝えればいいのかとかありまして、仕事も仕事運だったりとか、仕事聞きたいですね、はい、総合運とかも占えて、あとは毎日無料の占いの配信があるんですけど、設定しておくと朝9時に渚の占いが、はい、テレビで朝の占い見忘れても大丈夫ですね。あ、大丈夫です、はい、便利。ちなみに、はい、紹介、自己紹介ページあるんで読みましょうか。あ、ぜひ。芸能事務所に所属するタレントであり国内外を問わず活躍する大人気コスプレイヤーでもあるが、占い歴は20年以上という本格派。コスプレと占いという2つを融合させた世界でただ一人のタロット占い師3次元の相談者に対し面白い。3次元の相談者に対し2次元のタロットカードを用いてタロット占い師渚が解釈し3次元に引き上げるといった直感的なリーディングが人気を博している。一方的に未来のことを伝えるのはおかしい、悩みを吐き出してもらってそれを私が受け止めることが一番大事という考えから、相談者がどうして占いに来たのかというスタート地点から包括的に鑑定を行う。すごい、すごい。メディア情報、テレビとかもすごいたくさん出てますよ。ニコニコも番組結構やられてる。はい、そうなんです。結構ゲーム番組出ることがすごい多くて、ほらーっていう渚さんでございます。はい、おっしゃいませ。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。あ、皆さんよろしくお願いします。お邪魔します。 LINE 占いの中で渚も検索ください。ひらがな渚でいいんですかね。あ、漢字の渚です。はい、漢字の渚でどうぞご検索ください。死者で渚の渚で検索してください。じゃあどうしましょうか。誰から占うべきかも占ってください。おお、そこからなんか優柔不断すぎませんか皆さん。そこからはちょっと占いじゃなくて皆さんで決めてくださいよ。いやだって露骨になんかこのメンツ見たら大して悩みとかなさそうでしょ。ありますよ。あるんですか？ありますよ。あるあるある。もうナイーブです。え、あんの？あります、あります。え、悩みとかあんの？ありますよ。バイヤーも悩みカットされるとか、バイヤーカットされるとかここもカットされますよ。それはもう編集の人に言えば解決するやつです。占いだし、俺のことそんなカットすんなよ。確かに。誰から占うのがいいかも占ってください。あ、わかりました。適当でいいです。誰からかっていうのは占えるんですか？そんなのもあるんですか？悩みとかやったらね、なんか肩とか未来とかなんかあるんですよね。マミルトンなんか。あ、そうだ。マミルトンさんすごい占いが好きって先ほど伺って、すごいワクワクして。なんか今日私がこのね企画で占いますって話をしたときにもうずーっと先生をめちゃめちゃ送ってきていて、また最初は村井さんを占うって予定だったんですけど、あ、じゃあもうこれは全員やった方がいいねって。わかる。でも占いは気になりますからね。バイヤーが結構占いにめっちゃ食いついてますよね。あ、うん、だって僕あれですよ、あの週刊スキーの占いコーナー担当だった。占い好きなんですよ。
ちょっと好きなんです実は。結構乙女なんですね。マジで、はい、でも確かに熱くなってきて、エアコンの温度下げてくるわ。ヒートアップしてます今現場が。ヒートアップ中占いで。いやなんかいきなりこの部屋結構熱くない？熱くなってきましたね。分かりますからね、熱いっすね。じゃあ渚さん、誰から占いか、はい、じゃあ行きましょうか。はい、マグネットさんないけど大丈夫ですか？うん、大丈夫です。だって誰から占うか決めるだけですから問題ないですよ。多分どの高が冷房切ってました。多分寒いんじゃないですかね、事務所のこっち側の方が。誰だ切ったのそういう問題が発生する。あるある、うん、おこれはエースオブカップス。あなんか良くないっぽい。あ、リバースか。一応なんか数字で今割り振って、はい、1,2,3,4,5 か 1,2,3,4,5 かどっちかの2パターンでやったんですけど、まず1番のカードが出たんですよ。でなので1番からっていうのがあるんですけど、じゃあどっちの1番かっていうのがあって、正1か逆1かで、うん、正1だったら村井さんで、逆1だったらバイヤーさんで、バイヤーさんからってことになります。おお、来た、いいじゃないですか。こういう順番で、はい、なんか仕組まれたかのような順番だねこれ。うわー、私言っちゃっていいんですか、はい、じゃあ渚さん、はい、占いをお願いします。はい、いい声ですね。いやいやいや、ありがとうございますバイヤーのお悩みを聞きましょう。はい、私が悩んでいるのはですね、どうしようかな。じゃあ悩んでいるというか、どうしたらいいか教えてください。うん、はい、私 YouTube でバイヤーチャンネル24というチャンネルをやっているんですけども、はい、どうしたらそのチャンネルの人気がもっと出るのかを知りたい。渚さん全然断るのも OK ですよ全然ありだ、まあ、別のにしてくださいとかあるです。それ無理です、占えないです。それ専門的すぎるでしょとか、業界に踏み込みすぎじゃない。あ、じゃあまだ答え出てないですけど大丈夫、大丈夫ですかね。まあでもきっと人気出ますよありがとうございます元気が出た。あ、もうそれだけで僕いいじゃあラッキーカラーとかいけますか。え、そういうんじゃない。ラッキーカラーかなりタロットでラッキーカラー、今日のとかになっちゃうから、なんか動画だとしたらやっぱりさっきのチャンネルが人気が出るかの方がいいかもしれない。あ、そう、最初のその動画のことはちょっとチャンネル見てみましょうか。おお、見ましょう見ましょう見ましょう、はい、じゃあバイヤーはもうこれでいこう。バイヤーチャンネル24が人気をもっと得るにはどうしたらいいか。はい、じゃあ私相談者バイヤーの悩みでございます。お願いします。わ、はい、かりました。こういうのがディープですね切実切実じゃあ出してみましょうか。じゃあアドバイス中心にいってみますね、はい、あ、しゃべってていいのでいいっすか。すげえ緊張しちゃったよ。 LP 使ってるんですよね今絶対。そう特に占われてる身としてはドキドキですよ。結果が出ました。まだです。タロットカードとか出てきた。これはとても難しいですね。なかなか先が見えません。もうダメですとか言われちゃったら私ね、どうしていいか分かんないし。別の道を探しましょう。楽しかった。タロットのカードのこの柄ってやっぱなんかこう。ゾッとくるとかありますよね。ほう、あ、出た、はい、見させていただきました。はい、しかも真ん中のやつがちょっと左に寄ってます。何なの。そのちょっと後で説明しますね。はい、ではバイヤーさんのチャンネルが、はい、流行るにはどうしたらいいか、はい、はい、そうです、というお悩みです。でまず今の状態のカードと、あと悩みを、なんて言うでしょう、今の状態から、深層心理に近いものですねのカード でどうしたらいいかっていう解決の方法がここにあります、はい、で今の状態なんですけども、実はですね、バイヤーさん自身がものすごく悲観的すぎて、なんかネガティブすぎやしませんか、バイヤーさん。わかる。なんかもうちょっとなんて言うんでしょう、私たちから見たら全然なんかそんなに考えなくてもいいのになっていうことも割とネガティブに考えちゃって、あ、でももう、はい、もうこれじゃダメだみたいな状態が結構多いと思うんですね。あと
ってるかなので、あのその状態に今落ちちゃいすぎていて、はい、そのチャンネルに関しても今実はそんな悪くない状態なんですよ。でこれからどんどんなんか今人が1人の状態かもしれないんですけども、これカップの3ってカードで、はい、2人目が来て3人目が来て4人目が来て10人来て100人来てっていう状態の今まだ1の状態であるんだけども、はいはい、それが増えるっていう可能性があるのに、あのバイヤーさんがこの剣のカードみたいな感じで、あの周りのことが見えていなくてすごい悩んじゃって閉じ込んじゃってるんですよ。あーすげー、すごい問題なくて、なんかマミルトンがすごい当事者みたいになってさっきからさちょっとバイヤーが机動かしすぎでさ、カメラのレンズちょっとこれ伊勢ちゃん開けようか、すいませんだんだん移動してきちゃって、はい、なのですごいそれはもったいなくて。なるほど、はい、でこのカップっていうカードってもともとなんかあの感情だったりとか、あとは周りからいろんなものを受け取って流してっていうなんかこう伝達みたいなものの意味もあるんですけども、まあ、その伝達、あのいろんなユーザーさんが来てそれを受け止めて、で周りに発信してっていうのが今バイヤーさんのところで止まっちゃってるんで、おなので今後はあのアドバイスとしてはこのワンドのカード3番、はいはい、あの始まりというカードなんですけども、これはとワンドの3って目的を持った始まりっていう意味なんですね。なのであの今バイヤーさんがあの受け止めているものが何か見えなくって、それをあの周りの人に今発信できていない状態なんですけども、ちょっと一つ目的を持って発信をしてみることによって全然今の状態問題ないので、お多分流れていくと思います。いやすごい、これはマジですごい。何か思い当たる節でもありますよ。踊り方だったマジでこれはすごい、うん、さすが MP マックス目的を持って、うん、なんかね、そうきっちりゴールを決めてなんか企画をやるみたいなことだと私今理解しました、はい、進む方向が見えた気がします。おーありがとうございました、はい、じゃあ次行こう、小助だ、来い。ずっとさっきから考えてたんですけど悩みないんですよ。あでもそれっていいと思います。あのそのままでいてくださいじゃあ次行きましょうか、はい、悩みない、飛ばされたえなんかせっかくだから、あじゃあなんか今日の運勢とかあそういうの見たい、動画なのに、動画なのに今日の運勢終わってるみたいな。小助の悩み、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 僕の悩みを村井さんが考えてくれてる悩みを考えるんですか思い出さなきゃ作れ。じゃあ僕割と優柔不断なんですよ。はい。で、やるって決めてても行動までに時間がかかったりとかしがちなので、それを改善したいです。はい。改善したい。改善したいというか。こんなんなんか横よ自分でできないんだったら横で適当に誰か一人でも立ててなんかビンタでも一発かまして。今日の宿題まだ終わってないのみたいな、そういう人が一人いればいいだけなんで。確かにね、それ欲しいですね。じゃあじゃあその人をどうやったら、うんね、できるか、そうできるか。あ、それって別にいいんだって。それ上司に言うみたいな、そういう話なんじゃないの？人材募集的な。ビンタ役。今から新卒でね。おかしいでしょ。せっかく考えて言ったのに潰されちゃったし。4月まで待ってくださいとか、ね、4月まで待ってください目覚まし時計をより多くかけましょうすっげえ占いとは真逆のなんかそのなんかタスクリストを作りましょうとかそういう話に聞こえますよね、うん、じゃあそれでそうしましょうか。じゃあ次高橋さんお願いします。マミルトンさん、マミルトンさん、マミルトンさん、え、本当に小助それで終わり？いいですいいですいいらしいです。あ、あ、はい、この人ニコ生で声がでかいってずっと言われてるので、でお前いきなりでっけえ声出すな、うるせえんだよボケって言われてきたんですけど、なんかここ2週間ぐらいで小助がでっかい声を出すと、いや、やっぱ小助っていいやつみたいな、なんか風が最近変わりつつあるんですよすごい、なんかその現象についてそのいいのか、それともあのうるさいっていう人たちはなんか我慢するモードに入ったのか、なんか諦めて我慢するモードに入ったのかとか、もういいやみたいな、いや本当にそれは受け入れられたのかとか、その辺はどうですか。どうなんでしょうね、うん、
あの軽くも軽くもいけるんですか？占えるんですか？何でも来い。要するに何か小助の今ある個性そのまま生かすべきかどうかみたいな、そういうやべえ重い悩みになった。すいません、中村さんありがとうございます。小助の個性このままでいくおはいかないみたいな、ボツ個性おは別の別の個性、うん、あーって言われたら怖いよこれ。まあ、見るとか今これ見てごぼうって言ったんですよ。あ、これごぼうですね。ごぼうなんですか？あ、違います違いますよ。ちょっと切れ気味で。ノリツッコミをしてみた。はい、はいはいはい。そうですね。今多分みんな諦めちゃった系の方が。ああ。諦めちゃった。こいつはうるさいものだと。かな。なんかもうちょっとなんか女性らしいところを出してみるといいみたいな。え、無理っすよそんなの。女性らしいところって例えば何？どういうことなんだろう。小助さんのなんか多分この入れ立ちがすごく中性的な感じなのにうるさいからちょっとなんか松岡修造がうるさいのは理解できると、なんか私がうるさいのもバイヤーがうるさいのもなんか顔から理解できると、だって顔がうるさいから。ただ、小助のその本来であればどちらかというとなんかあのあれですよね、クラスターでいうと福山雅治とかそっち側に属するルックスからなぜそのなんかだってガヤキャラだみたいな、そういうこれ見てくださいよカード、ハートに心に剣刺さりまくりですよ。刺さっすっていうことっていうことですね。もうこれ出た瞬間にうわこれ絶対ダメなやつやった。で、悠々白書で言うとどういうこと？もうちょっとクラマな感じ。やっぱり。やっぱり。完全にクラマ、クラマみたいな。桑原は求めてない。クラマの見た目で桑原やるなってこと。あ、確かに。っていう人もいると思うんですよ。それが好きな人ももちろんたくさんいて、ギャップ萌え、ギャップ萌え、もしかしたらクラマを求めてる人もいるかもしれないので、はい、でこれ他は他大丈夫ですか？うん、で1回だけちょっとこれは、はい、これはごぼうのカードといいますか、はい、ワンドのカードなんですけれども、はい、1回だけでいいのでなんかちょっとキャラを変えてみた回とか作ってみたら、試しにおしとやかに1時間おしとやかにしてて、おしとやか、おしとやか、なんか女の子らしいというか、ガクトさんっぽい、女の子らしい、そう、ああ、ちょっと見てみたい、うん、それ絶対ネタになっちゃいますよ、完全に、ただのネタですよ。それ要するに今年の2月、3月だ、今年の3月にあのホワイトデー企画があったんですよ。こうやって僕の目を見て聞いてほしいみたいな動画があるんですよ、1個。おそういうことかな。それに近いものをちょっと近い位置でやってみたらどうですか？あれもう二度とやりたくないとか近いうちにかクリスマス、あ、それ遠くない、遠くない、遠すぎ、うん、年に一度のあでもクリスマスってクリスマス前に企画しますから、君のプレゼントボックスは11月、今ですよ、今ですよ、やるとしたら、でこれは、これが、女性のカードなので、うん、今は女性らしさがものすごく少なすぎて、わかりました。みんなごめん、変えんわ多分俺、ずっとうるさいわ。小助見えたぞ、一個の道が見えたぞ。クラマ、悠々白書で言うとクラマであり、間違いでしょ。スラムダンクで言うと誰ですか？スラムダンクで言うとルカワ、うん、すごいとこ行く。ほら、黒子のバスケで言うと誰ですか？黒子のバスケ読んでない。私は緑馬くんが好きなんですけど。緑馬くん、私の好みですか？はい、そうです。スリーポイントが絶対決まる、どこからでも、うん、であの包帯ぐるぐる巻き、包帯ぐるぐる巻きの、いや、ぐるぐる巻きですか、あれって。ぐるぐる巻きだっけ、あれ、なんか、そんなことないですよね。あ、違う、めちゃくちゃこう手を大切に、そう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 、人事を尽くして天命を待つ、いや違う、人事を尽くしてるから外しようがないみたいな、すごい緑馬くん、うん、いや私、小助のなんかそういうキザキャラがあのうざくならないで、うん、なんか素直にこう取り込むんですよね、素直に、そのどうですか？なんか村井さんが裏、なんかそう、スピリチュアルな感じ、降りてきちゃった、降りてきちゃったっていうことですよね、要するになんかあのわざとらしくしないんですよね。そうです、1回
回ちょっと変えてみて、みんなの反応見てみたらどうですか。みんなの反応見よう、みんなの反応見よう。で、ニコ生でアンケート取ろう。今日のコスケはいかがでしたかってニコ生でやることは決定した。うん、それ大事ですよ。これね、次もしそういう会があったら何の告知もなしにね、この YouTube で渚さんが言ったからなんですよね。ご理解くださいませ。絶対そっちの方がいい。絶対それ一回やりたいってやるよ。絶対いいと思う。村井さんの渚さん、はい、話した。はい、本当に見に行くんで。はい、ということでありがとうございました。はい。すごい、今のところなんか、それっていいところついてる。さあ、まみじとくん行こう。もう時間が長くなってきたぞ、行こう。私悩みなんですが、例えば高橋くんとかやったらギターとか踊りダンスとか喋りが上手いとか特技があるじゃないですか。でも私特技ないんですよ。あのアンパンマンのモノマネが上手い。おお、一発芸じゃないですかそれ。なんかあとあのバーイも見てないですし。なんか特技がなくてすごい最近悩んでるんですけど、どうしたらいいでしょう。アンパンマンのモノマネってどん、あー、じゃあ本人あのカメラに映ってないところで声だけとかでやってもらえますか。はい、ちょっとマイクもそっちに向けて、マイクもちゃんとこっちに向けて。僕アンパンマン、いかがですか。これこれマジで、うん、あのね、あの皆さんアンパンマンで検索して再生してみてください。あのね、同じっす。声すごいですね。めっちゃ似てますよ。なんか今びっくりしました。でも一瞬で終わっちゃったからすごいびっくりするのが時間かかっちゃいました。すごいですね。え、特技じゃないですかそれ。え、なんか分かった、うん、はい、はいはい、バイキンマンのモノマネも覚えた上でアンパンマンを一人でやる。かけや、一人でかけや、一人でかけやなら私おじゃる丸と電ボで。おお、なになになに、すごいすごいすごい。あるじゃん、占いじゃん、あるじゃん、特技あるじゃん。聞いてから。おじゃ、マロはプリンが食べたいの。おじゃる丸様、プリンなら先ほど食べたではありませんか。おお、すごい。わかる、すごい。出てきましたも映像。え、うん、勝利率高い。それでよくない？でも解決、解決、解決。頑張って、惜しかった。あ、あとね、あのね。あのアニソンとかの踊りとかやるんですよ。あ、そうなんですか。踊ってみたとか。昔アニメすごい好きやった時期があって、その時にあのハレハレ愉快とかあの最強パルパレードとかを踊って友達とやってただけなんで、うんうんうん、別に投稿はしてないです。投稿しましょうよ。しましょうよ、ね、マリミルトンのハレハレ愉快。あのそれはバイヤーチャンネル24が、あのチャンネル登録者数10万人を超えたらマミルトンが踊るっていう企画があって、はい、そろそろなんですよ。もう間もなくでございます。あ、じゃあ見れるんですね。ご期待ください。また楽しみ。じゃあ特技が欲しい。もう特技じゃないですか、それ。すごいな。もう良くない、それで。ダンスとかギターみたいな喋り、あ、わかりました。喋りが上手くなるにはどうしたらいいですか。あ、なるほどね。それは占いがいがありそうですね。お願いします。わかりました、じゃあそれをやりましょう。ちなみにこの室にさ、エアコンの温度ちょっと2度ぐらい、2、3度上げない？あ、寒くない？聞いてきましたね。うん、え、寒いよね、寒いよね。しかできた。ちょっと、もうちょっと、もうちょっと。いやいやいや、いや、さ、結構寒いよ。いや、膝立ちだと暑い。マジで。さっきまでいかに聞いてなかったってことですね。ちょっとつけただけで。これまたライターの人が、寒い。寒いわ。まさに冷戦ですね。冷戦ですね。なんか4枚出た。お、なんかいっぱい。さあ、結果が出たようです。お願いします。はい、マミルトンさんは割とあの自分からこう話発信していくことを今多くやっているけど、受けがちょっと少ない状態で発信しているけど受け少ない。はい、結構受けてる気もしますけれども、はい、それが少ないということは多分本来のポテンシャルはもっとはるか上にあるみたいな、そういう話ですか。そんな感じですね。なんて言うんでしょう、会話のキャッチボール的な、攻める方の
キャッチボールはすごくあるんですけれども、受ける方のキャッチボールがまだ足りてないような。それ多分ね、うちのメンバー誰しもが多分そうですよ。うちは多分、多分それをそうなんですよ、ね、誰もね、他人の話をね、受けようなんて気でね、いないですもん、このメンバー。なんかそれがあるかも。喋ってると結構思い当たるのは、喋ってると結構いっぱいいっぱいになって、後で話をなんか動画を見直すと、あ、ここでこんなこと言ってたんやって思うんですけど、その時は聞こえてなくて対応できてないみたいなことを後で反省したりし、そういうことですかね。あれですね、バンクで唯一その言葉の受けの能力があるのって多分真央さんぐらいですね。あー、真央ちゃんぐらいだな。うんうんって言ってちゃんと聞いてくれるのな。他の人も聞いてるふりしてるだけですからね。私も小助も高橋くんも他人の人が話してたらうんとか言いながら早終わる次の話あのこの話次しようって考えて切れたら、あ、うん、分かる分かる分かる、でーでーって。うちは全員が、なんかその受ける部分が、まあ、ミルトンさんは少ないので、それをもうちょっと増やしていくと、またもっと違うなんかこう会話のボリュームが広がるんじゃないか。私の話をよく聞く、聞く、俺の話を聞けじゃダメなんですよ。話が膨らま、踏まらないですね。確かに大きくなんないですよ、我々の会話って。確かになんかみんなが多分それぞれこのぐらいの会話のものを持っていて、それを出して、そうだった、みんなでぶつけ合ってしまうので、まあミルトさんがそれを受け止めて、なんかこう倍で返してあげるっていうことをすると、もしかしたらほら、またこうなるから。あ、こういうことなんですね。なるほどなるほど。せっかくの会話の流れがね、ずっと難しい。そこをマミルトンさんが、うん、こう新しい能力がそうできるかもしれないなと思いました。聞き役、うん、出しているっていう、まあ、今は一方的なものっていう、まあ、このカップのカードと、まあ、これはいろんな人に分け与えるってカードが結構一で出ていて、あの受けることをもうちょっと重点的にやってくださいよっていう、このカップのカード補足で出ていて、でそれをすることによって、今までは会話のバランスがすごい支離滅裂だったっていうか、バランスが崩れていたものが、あの、まあ、勝利のカードっていうことにつながっていく。なるほど、なるほど、勉強になりました。ありがとうございます。これは結構すごい、なんかすごい思ったのが、今回この占いに関してなんですけど、まあ、メルトンさんだけじゃなくて全員ですよね、これに関しては。まあ、これね、全員やで。あ、そうなんですね。ありがとうございました。勉強になりました。本当にうちのメンバーは多分人の話本当に聞かないですよ。あと言っても誰も次からなんか、ね、じゃちょっと受けてみようかななんて多分思ってない。思ってますよ、私結構。いや、マミルトンは思ってますけど、ただこれは多分我々全体もマミルトンが聞こうって思ってたとしたら、我々もね、意識を変えないといけないよ。もし仮にだよ、マミルトンが、あ、それはいい話ですね、その時、この時ってちなみにどういう感情だったんですかみたいな質問に対してもう一回膨らまそうとするとするじゃないですか、はいはい、そしたら多分私が、え、もうそんなどうでもいいからさひどいひどい。いや、高橋くんがその時どう思ったのか、どうでもよくないみたいなで、切りそう。やばい。膨らますべき話と膨らますべきじゃない話をちゃんと考えて、膨らますところで膨らませる感じ。そうですね、スマッシュ打ち合うんじゃなくてラリーする感じですね。そう、ラリーしてください。スマッシュ、なんとか3ラリーぐらい続くといいかな。3ラリー、3ラリー、3ラリー、結構レベル高い。あ、3ラリー、カツン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 、結構カツン、結構やな、結構カツン多めですね。やばいな。動画の長さ倍になるな。そうですね。なんか喋りたいんですよね。わかる。なんか喋りたい。だってあれですよ。多分村井さんとかもそうだと思うんですけど、高橋さんも何もない状態で30分話せって言われて、多分話しますよ30分ずっと。なんか喋りたいってすごい高校生の集団みたいな。なんか喋りたい。多分ですよ、今まさにこの瞬間、この 2,3 分はこの話をいかに膨らますかって全員どこかで意識しながらいるんですよ。
多分この2、3分はこの話をいかに膨らますかって。ただ私そう思いながらも残り半分くらいで早く高橋くんの占い行かないかなって次に行きましょうか難しいよね、難しいですね、話を膨らますってのも才能だよね。それなんかあれですね、でもそれマミルトンが伸ばしたらすごいよ、うん、そう思います、頑張ります。それもコミュニケーション能力ですね、うん、お悩みは、うん、お悩みはない、太りすぎ、いやないんですけど、痩せたいけど痩せられない、それ私聞きますよほら、いいです、ほらほらほらついに数秒前まで話してたことだよその12月10日に結婚するんですけど、その時にそのこれからがなんか果たして苦難の道なのか、それともまあ特に何もなくのうのうといけるのか、すげえ楽なのかみたいな、ある程度のどんな感じなのかなって教えてもらえたらなと思います。はい、わかりました。はい、これはこれ渚さんの占いの結果次第ではもうその結婚がなくなるということも含めてあるんですか。いや、ないですよそこはもう触れない、触れない、触れない。今一瞬ブレた、いや、ブレたまああれですよね、渚さんはまあどうなって結果でも最終的にアドバイスまでいただける、はい、お願いします、はい、12月10日ですね、はい、はい、私の誕生日の前日です。あ、そうなんですか、じゃあ誕生日会の一緒に、え、やだ嫌です。日付をまたいで結婚記念日だって言ってお祝いをしていたら、気づいたらそれは私の誕生日をお祝いしている会になってるみたいな、そんな感じの日に彼は結婚する。はよずらそうかな、むしろ同じ日にしよう。じゃあやりますね、お願いします。あ、なんかもうなんかやばいな、気づった、なんか今ちょっとあれですよ、 MP、その今言ったなんか引いとけばよかったなっていうことに対してはなんか引くべき布がさっきからここにずっと置いてあるんですけど、これ引か、めんどくさいからいいかなって引かなかった。渚さんは本気ですよね、本気ですよね、一応。そうなんですけど、なんかいつも持ってくるんです、ちゃんとなんか番組とかの時に一回も使ったことないんですよ持ってるだけ、形だけですね、もう使うとちょっとコスプレかける占い師、やばい、デス出た、やばい、デスサーティン、逆位置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 、デスサーティンですね。あ、なんか可愛いカード出てきた、ウィール・オブ・フォーチュン、今のところ見たことあるカードが出てる、これ何、ひもマサイ族、ひもじい感じ、なんだろうか、逆位置だから、逆位置だから、お、また出たよ、あ、また出たよ、え、まだ出た、スタート、運命の始まる日、目的を持ってるってやつ、お、なんかいいカード、逆位置、そう、はい、出させていただきました、はい、はい、ですね、12月10日に今結婚するということで、その結婚式の日のことと、あとは式はまだしないです、意識しないですね、席を入れる感じですね、そうですね、でその12月10日のカードとあとその後のカードを出させていただきました。で、一番上のカードが今の状態で、まあ、アドバイス結果のカードがあります。はい、はい、1枚目にちょっと出てしまったのが、あの死神が出てしまいました。死ぬです死ぬです、死ぬです死ぬです死ぬです、入っちゃった死ぬですって、やばい骨ボーンみたいな、やばい、変な方向きた、あ、何でしたっけ、シールド盾みたいな話ですね、やめてくださいよ、もうちょっと忘れちゃいました、あれですよ、現在の状況が、死のカードが出ちゃった、あ、そうなんです、あ、もうそうなんです、死のカードが出てしまいまして、ただ逆位置なんですよ、はい、逆位置になっているので、はい、正位置に出ちゃうと、まあ本当にちょっと12月10日はやめた方がいいんじゃないかなっていうところに行っちゃうんですけど、1日ずらした方がいいんじゃないかみたいな、
とか、うん、もう今年はやめて来年にした方がいいとか、なんかそこまで言っちゃうんですけども、まあ、これは逆位置なので、はい、大丈夫です、ご安心ください。ざます、はい、終わりあれば始まりありってことで、デスのカードって逆位置になるといい意味になって、始まりっていう意味があるんですね。なので、まあ、今まではもしかしたらちょっと喧嘩もあったりとか、ちょっとごちゃごちゃっとした時期もかなりあったと思うんですけども、今はまあそれを席を入れるっていうのを決めて、で12月とかって決めたことによって、このデスのカードが逆位置になって、始まりちゃんと仕切り直しで始められるよっていうプラスの意味になっていて、でかつ12月10日を選んだことはすごく良かったっていう運命の輪のカードが出てます。運命の輪っていうのは車輪なんですけれども、車輪がどん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 上に上昇気流で上っていって、運気がもうとてつもなくどんどん上がっていくっていうカードなんですね。まあ、すごくいいと思います。ありがとうございます。ただなんかその12月10日はすごくよくって、その近辺はものすごくいいんですけれども、まあ、その後だん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 緩やかに倦怠期、倦怠期、倦怠期なってしまうので、それを防ぐために、はい、ですね、結構女性、その奥さんが結構強気で、はい、へそ曲げたりしてしまうので、はい、それをなんとかこう優しく取り持ってあげてください。マジっすか、うん、僕なんかそういう状態になると、あ、そういう感じなんだ、オッケーオッケーみたいな感じで、僕も、うん、そういう感じになるので全然いいよ僕はみたいな感じになっちゃうんで高橋君、それは付き合ってる時だったらいいけど、結婚したらそういうわけにはいかんよという渚さんからの教訓じゃないのか。あ、そういうことですか。割とそうですね、自分が折れていってあげた方がいいかもしれない。ごめんねごめんねって言うんですか怒ると思いますよ怒りますね。で、まあ、最終的には、まあ、そのちょっとこれは始まりのカード、まあ、ワンドル2番なんですけど、それが逆になっていて、はい、緩やかに加工していっちゃうので、はい、それを防ぐためにこのワンドル3ちゃんと始まり、12月とかに始まって、それをキープしていくためには、まあ、女性、その奥さんが今ちょっと怒っちゃってるカードが出ていて、で、まあ、ワンドって結構情熱だったりとか強気って意味なので、そのへそを曲げてしまったりとかしたら、自分からちゃんと取り持つように、こう優しく丸めてあげないと関係がだん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 悪くなっていっちゃうので。なるほど、ここ気をつけた方がいいよっていう感じですね。ワンドだけに砂のように手からこぼれていくんですね。ワンド？サンド。サンドです。あー、サンドか。おー、サンドね。結構村井さんのギャグが渚さんには結構効果抜群のようですね。なんかこう数分ワンドでサンドね。あ、すいません。どう高橋くん、どう、ちゃんと合点したの？合点しました。何合点ですか？合点いただきたいと思います。どうぞ。もう満点100点でございます。おー、合点、合点、合点。もし今日なかったらですね、その本当僕さっき言ったような感じだったと思うんですよ。なんかすんげーツンツンしてるけど、別に僕はいいっすよみたいな。俺もツンツンするわ。別に去るものは追わないしみたいな感じなんですよ、僕。だから、お前の態度、俺の鏡だろみたいな、なんかそういう感じ。なんすかそれ。いや、なんでもないですよ。なんかあったので、ちょっとなるほどと思いました。ありがとうございます。じゃあ、はい、高橋くんはこの今日の教訓を習字で書いて、紙に、はい、部屋に飾ること。忘れるから。習字。なんで習字なんですか？割とめんどくさい。それあれですか、炭がすごい安定した物質だからみたいな話ですか？ごめん、全然わかんない。マジックにしようか。マジック、油性マジック。はい。ちゃんと紙に貼ること。わかりました。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。最後村井さん、私別件で真央ちゃんと2人で CD どうなのかなみたいな話聞きたいなと思うんですけど、私個人で言うと、私も小助と大して変わってなくて、言うほどね悩みはない方なんですよ。強いて言うなら体調管理であったりとか、なんか忙しすぎてちょっとたまにムカつくわとか、そっち系なんですけど。なるほど。あ、分かった。具体的なやついく。具体的なやつ。はい、はいはいはい。私忙しすぎてあまりにも疲れがたまると食に走る傾向があるんですよ。あ、分かりますよ。
そうです、ね、わかりますよ、ちょっともう足が痛くて。あ、私もね、さっきからね、この高さが変わってるので、ね、足の形をどんどん変えてるから、私食にすっごい走る傾向があって、10月1ヶ月間で4キロ太ったのかな。そうなんですか。68ぐらいだったんですけど、私の人生ピークの体重だった71キロをさらにもう1キロ更新して72までいったんですよ。あ、結構あの身長165なんですけど、かなり太めなんですよ。ここにいますよ。そのなんかその疲れすぎてるとかスケジュールがパンパンすぎてるとかは多分解消今後もできないんで、うん、なんかどういう風にして私はそのなんか大変な時にその逃がした方がいいのかみたいな。ああ、なるほど。その食じゃなくて、なんか別の発散方法だったりとか。どういうことを心がけるといいのかって、ね、そうなんかただそこでいやなんかギャンブルとか女とか先に走りましょうとか言われたらそれはそれでちょっと困るんでカットさせていただきますけども、そうですね、そういうんじゃなくてなんかもっとあの健全なに逃げ方、健全な逃げ方で、私の趣味は漫画喫茶に行くことです。なるほど、それでもいいと思うんですけど、それ以外にってことですね。ちょっとやってみましょうか。なんか思い浮かびますか、それ。あ、できますよ、全然。今、ここまでもう4人ほど占っていただいたんですけど、まだ MP 大丈夫ですか。大丈夫です。最後の一踏ん張りみたいなやつ願って。それは分かるやつ。はい、じゃあ行きます。いいよ、別に。高橋くんの方が体重重いからさ、膝に負担かかるんだよ。もう膝もうやばい。真っ赤だし。あ、ちょっと。おい。ごめんなさい。あー、やばい。なんかやばそうなカード出た。ふんね。なんか全体的に色が冷たいですね。確かに。灰色。水が乾燥してる。あれ、バイヤーの時言ってますね。出た。また、また、食物繊維たっぷり。食物繊維を取りましょう。ごぼうの嵐。ごぼう、全部棒。はい、はい、いただきました。どういった破産方法したらいいかっていうところなんですけれども、一応4枚出させていただきました。ですね、いろいろあるんですけど、じゃまず1枚目このカードですね。このカードは剣のカードです。で、まあ、あの船を漕いでどっかに向かうっていうカードで、なんか旅行だったりとか遠出するときに出るんですけど、何かすごく疲れちゃったときとかに旅行して発散しようっていうタイプあるじゃないですか。あるあれ向いてないですね、村井さん。ああ、そう、向いてないです。なんかやってみようっていう気にはなるかもしれないんですけれども、実はこれすごく向いてなくって、どちらかというとその遠出をするというより、あの家にこもるタイプの発散方法がものすごく向いていて、これはカップのカードが今度逆位置に出てます。すごく感情を左右されるような趣味より淡々と何かこなすみたいな、淡々とこなす系の、例えばなんだろう、パズルとか、そう、パズルとか、あとパズル、それもパズル淡々と心を無にし、ボールペンのキャップをひたすらこう、え、それ病んでません？それただうつ病です。え、あれバイトヘルって知らないですか？え、何それ。なんかひたすらバイトをするっていうゲームが昔あったんですよ、プレス。あ、知らない。キャップをひたすらはめたりとか、肉まんの頭ひねったりとか、タンポポ置いたり、タンポポ置いたりっていう、いろんなバイトが体験できるっていうゲームあったんですよ。知らないです。え、淡々と繰り返すような趣味、はい、そう、淡々と、なんかすごく感情に左右されないものなので、単純作業のものがすごくいいです。もうなんかイライラっと来た時とか疲れたって思ったら、とにかく単純作業で、感情を使わないような、粘土をこねて、ね、なんか作るとか、感謝の制限で、ひたすら
粘土コロコロするひたすら、うん、とかプラモデルを簡単と作るとか、それいいじゃないですか。ルービックキューブとか、あールービックキューブね、あれはイライラする可能性がちょっとあるので、イライラ、一面揃わないもん、うん、なんかそういう系ですねがおすすめかもしれないです。今まではどんな感じでした？漫画喫茶。漫画喫茶。ひたすら漫画。ひたすら漫画。ただ漫画喫茶ってなんか時間にがなんか退出の時間近づくとなんかこう焦りません？いや私全く気にしない。見ないもん時間。出ようかなって言って出た瞬間がロングコース6時間みたいな、3時間パックとか6時間パックとか6時間パックあるじゃないですか。あれから15分延長ですねみたいなタイミングとかでも無視して出るから、6時間パックで15分経ったら100円プラスするんですとか、なんかあもう出なきゃやばい、あと何分とかは必要に全く見ないから、あもう読み終わった区切りで出るから、逆に6時間パックで入っても2時間とかであもう今日いいやと出るし、すごい漫画喫茶は向いてるかもしれない。あ、む、そのどんどん漫画喫茶が向いてる。ナイトパックとかます。ナイトパック。夜ずっとのやつで。漫画喫茶に向き不向きがあるって初めて知りました。お前人バカにしてんだよ。私と見かれた漫画喫茶でバイトしました。そこで知り合いましたから。2年バイトした。私もやってました。あ、マジですか。漫画喫茶楽しいです。楽しい、すごい楽しいんですよ。漫画喫茶で、ね、カフェワイプで働いてました。ワイプ会員証持っとるで私。マジですか、ありがとうございます。なんかね、あのインターネットとかの、あのネットゲームのこう いろんな更新したりとか、ゲームをパッチ当てたりとか、100席くらいパッチだけ順番でね、ってこうひたすら、あ、いいです、懐かしい。あ、懐かしい。そう、3枚目、4枚目。あ、そうですね。これも感情に左右されてるっていうカードが出ていて、割となんかそういう外出したりとか外の刺激を求めてイベントに行ったりとかってするとだいぶ疲れちゃって逆効果ですっていう、あの傷つくカードが出てる、まあ、結構外的要因にこうさらされてしまうことが多くて、それをプライベートまで持ち込んじゃうと、うん、やばいのでやめた方がいいかなっていう。無理ですよね、村井さん絶対。外出るだけで顔刺されたりするので、うん、疲れたりする、うんうん、なんかイベント行くっていうともうね、わっとお仕事みたいな。完全にお仕事やね。楽屋来て行きますかとか、まあ、舞台裏なんか撮影しますかとか入るからね、必ず。好きなことだったらいいけどね、うん、はい、地下室作りましょう。地下室掘れますか。自分だけの空間みたいなところを一個作って、でも何かがあった時はそこに逃げ込むっていうような場所も。村井さん自分家に漫画喫茶作っちゃえばいいじゃないですか。いや私結構漫画買う派だからさ、買ってこっちでも買うし漫画喫茶にも行くっていう。いやなんかもう多分家にもうでっかい本棚買ってもう漫画敷き詰めて、もうなんだろう、アイブックスでいいじゃんって感じ。家でもうずっと読みまくるみたいな。きっとそこまで行っちゃうとね、またそれはそれで重いんじゃない、私って。じゃあもう iPhone で読んで、ずっと読みたいときに読む。サイン。これですか？これ、ワンドのカードは、あのこれは本当にオンオフがすごくあって、あの普段はこのページってあの若い男性なんですけども、情熱を持ってすごくガン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 行ってもいいんだけれども、そうじゃない時は、まあ、オフをちゃんと作った方がいいっていうようなカードがかなり、こっちがオフのカードですね、でオンのカードちゃんと二面性がすごくあるので、それを作ってくださいというような感じです。二面性が明らかカードの背景全部分かれてますね。すごい分かれてますね、うん、でなんか多分仕事で占うとものすごい強い意味のカードが村井さん出てくると思うんですね。で今回あのプライベートはなんとあの強い意味のカードがすごい出てないんですよ、1枚も。これがすごい印象的で、なのであの仕事にギュッと凝縮してしまっているので、プライベートまでなんかこうガンガンと精力的にやるのは本当に危険、うん、このぐらいなんか質素つつましく本当に地下室とか作って、その中で好きなんだから、うん、好き
プラモデルやったりとか本読んだりとかなんか文字書いたりとか日記つけたりとか、うん、あ日記つけたり日記は仕事です。日記も仕事になってる、うんうん、そういう感じのことをすごいなと思います。すごい引きこもり、こもりましょう。高橋くんの部屋みたいにね、ここドライブの部屋を見たら皆さんの部屋になります、ね、あれ高橋くんの部屋じゃないっつーね。あ、そうかそうか僕、僕何もしてなかった僕が怒られたみたいなかわいそう。じゃあもうなんか完全にブラインドグワーした社長室作ればいいんですか、うん、あ、それいいかもしれない。え、それ職場やなの。ただの職場やなの。どっかなんか小屋とか建てに行きましょう。山の中とか人里離れた場所に穴蔵とか小屋とか帰ってくるのめんどくさくないですかそれ。いや奥多摩とかなら一本ですよ、中央線で勝手に一人でダッシュ村とかしてるなんでそれアウトドアアウトドアの山そう人里離れた。うちの実家山一個余ってるのでその中で埼玉埼玉なんか掘って地下室作っていいですよ結局地下になるんだよ。内緒にしとくんで地下に行けばすわーすそれ作るまでが多分相当ヤバそうですね。やんでる、かなりやんでる。単純作業ですね、しかも。あ、単純作業。単純作業。マイクロでもずっと掘ってますから。あー、そうだ。確かにね。そう言われればそうだね。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。すっげーためになった。すごいな。あの、LINE 占いだね、渚さんのやつ見ると、はい、あの、毎日届く。うん、はい、毎日朝9時に届きますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。どうぞどうぞ、うん、皆さんもぜひともご覧くださいませ。まあ、でもこんなに一気にこういう感じで周りの人に見られながら占いっていうのは初めてでした。お、初めてこんな至近距離で20年。やっぱ皆さんなんか一対一でやること多いじゃないですか、はい、部屋の中でとかだったりとか番組とかだとこういう感じじゃなくてなんかもうちょっと広いね、なんて言うんでしょう、遠くから見守ってる人はいるけど、やっぱり一対一なんですよ。もう超甘味ですからね。甘味ですからね。あ、MP 使ってるとか思ったんですよ。MP、本当にあれなんですか、なんかあるんですか、これ。そう、なんかあの私カードを一枚一枚自分で引いていく感じなんですけども、なんか温度でカードを選んでいって、温度、なんか温度が高いカードを一枚一枚出していくんですよ。その出したいカードが温度で分かるタイプです。温度で分かるタイプ、いろんなタイプがあるんですか。ありますね。光ってるとか行ですね。行です。答え聞いてないです。年能力者行です。勝手に行ですね。行じゃねえけどな。横抜き、横抜き。私はラブリーゴーストライター。あ、私はそれ見ない、読まないの。待って待って待って。分かってない、ついてきてないですね。ハンターハンター、ハンターハンター。団長、団長とか占った雲を占ったんですね。あの娘がですね。あ、はい。レクイエム聞こえます。もうキャッチボールゼロです。次どれだ。考えてました。すごいあっちの方行きました。なるほど。近づいたはずです。やばいな。投げたがりなんですよ。投げましたね。はい、はいはい、しかもブック GI だし別のシリーズ気合い取りましたね。アレキサンドラ。はい、じゃあ渚さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします、私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですのでぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。